アイテム番号 SCP-53、オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-53 は5m×5m、16ft×16ft 未満のエリア及び運動に不自由しない大きさの部屋を与えられます。十分な量の玩具、書籍、ゲーム、その他の遊具を与えるべきですが、3ヶ月ごとに交換してください。適切な寝具、風呂、医療施設はいつでも使用できるようにしてください。食べ物は3食与えられるべきで、また要求があった場合は2つまでの菓子類を提供することまで許可されています。SCP-53 との物理的接触は、完全機密防護スーツ及びアイシールドの着用なしには行ってはなりません。SCP-53 とのアイコンタクトはいかなる理由があっても行ってはいけません。SCP-53 によって与えられたいかなる影響も除去の対象になり得ますし、検疫班には試験のためその影響を提供しなければなりません。職員が1名のみで部屋に入ってしまった場合は、鋼製の保安線によって速やかに安全化しなくてはなりません。入った場合すべての職員は10分以内に部屋から出なければなりません。担当職員に異常行動が見られる場合、絶叫するか SCP-53 に接触しようとした時点で速やかに退出させ、隔離の対象とすべきです。防護スーツに損傷を与えようとする場合も、同じく退出と隔離の対象となります。鋭利な物品及び銃器は SCP-53 の収容室への持ち込みを禁止されています。説明 SCP-53 は、3歳の小柄な少女のように見えます。彼女は簡単な会話が可能であり、少し精神発達で平均を上回るように見えます。彼女は一般的に快いとされる性格を持っているようであり、口述する異常行動も人々が突然激高したように見えます。SCP-53 と視線を合わせた者は、彼女に直接接触するあるいは10分以上その周囲にいた場合、非合理的で激しい被害妄想を発症し、それはほとんどの場合で殺人に発展します。これらの妄想は多くの場合は SCP-53 を直接の対象としますが、被験者は目に見える人間を全員殺害した後に SCP-53 の殺害を行おうとします。SCP-53 へ危害を加えようとした者は即座に強い心臓発作を起こし、SCP-53 に損傷を与えた後死亡します。SCP-53 は損傷の形状に関係なく瞬時に損傷を再生する能力を持ちます。SCP-53 はこれらの能力に関して完全に無知であるように振る舞い、被験者への影響を完全に無視します。能力に対して説明された場合、SCP-53 は返答することができません。